ーファーの内山香織です。自然の存在感をテーマに撮影をしています。屋久島には独特の世界観があって、さまざまな植物や動物がその中で生きていて、森の中で佇んでいると自分もその一部として生きているんだと実感できる、その雰囲気、神秘性にとても惹かれます。その屋久島を歩きながら撮影しているのですが、太鼓岩を真上から見たらどうなっているんだろう、白骨樹からこちらを見たらどう見えるんだろうと考えていました。今回は自分のイメージした写真を求めてファントム4プロを使用することにしました。 P4P は機体、バッテリー、送信機など必要なものを専用バッグに入れて歩き回ることができるので大変便利でした。普段使っているカメラと同じように絞りやシャッタースピードなどをコントロールすることができるので、ミラーレスカメラを空に飛ばしているような感覚があります。 P4P プラスの送信機には高輝度モニターが搭載されているので、晴天下でも大変見やすく、構図やカメラの設定をしたり撮った写真を確認するときにとても便利でした。またダイナミックレンジが広がったことで、日陰に入った木々のシャドウや水しぶきのハイライトのディテールをより表現しやすくなりました。印刷した際にもその精細さは失われません。ほとんどの場合私は一人で撮影するので、衝突回避センサーや RTH といったテクノロジーには大変助けられています。私の代わりに安全を確認したり機体を戻してくれたり、無事に機体が戻ってきた時には思わずおかえりと言いたくなります。専門の学校には行かずに写真を撮り始めたのですが、カメラやドローンのテクノロジーのおかげで撮りたいイメージ、イマジネーションをより表現につなげやすくなったのだと思います。マイカメラを持つような感覚でドローンでの空撮ができるようになりました。空撮することで行きたいところに手が届き、見たかった視点から世界を眺めることができ、感性や思い描いていたイメージをより表現できるようになりました。ファントム4プロで多くの方に想像するイメージを写真に収めることができる楽しみを感じたり、見たことのない風景を見てワクワクするきっかけになればと思います。